30秒しか時間がないんです。なぜなら今から銀座に行って凱旋するからです。ね、もちろんここでの皆さんの声もすごく重要です、ね、この法案通っちゃったら皆さんは犯罪者になってしまうわけですからね。なんとしても止めなきゃいけない。まず最初に捕まるのは僕かもしれないんです。よろしくお願いしますね皆さん。その次田中龍作さんかもしれないですね。三宅一行さんも危ないな本当にね。とにかくこんな民主主義を根底から覆すようなわけのわからない法案、僕たちのためには一切なっていない。そうですよね。日米同盟が根底にあって集団的自衛権とともにこの秘密保全法でこの特定秘密保護法でこの国は簡単に戦争に巻き込まれてしまう国になってしまう。僕たちの大切な人を戦場に送るわけにはいかない。何が何でも止めましょう。ありがとうございます。はい、本田の議員でした。あ、暑く暑く頑張ってきましたけど、いつも暑くますね。今日も、中津で大学の会社にちょっと寄っていただいて、我々も街に出て、まあ、ここやってますのでとても大事なんですけれども、まだ生まれまでは時間がありますので、とにかく街に出て知らない人に働きかけていきましょう。